アラバン・レザイはフランス・サンテテエンヌ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス4勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス15位、ダブルス118位。身長165センチメートル、体重62キログラムのやや小柄な体格でハードコートを最も得意にするベースラインプレイヤー。日本語では アラバンレゼイの表記も多く見られる。レザイは父親が自動車整備士、母親は理学療法士というイラン系の家庭に生まれ、8歳からテニスを始めた。アラベインという名はスミレの花を意味するペルシャ語である。彼女は宇宙物理学にも深い関心を持ち、テニス選手にならなかったら宇宙物理学者になりたかった。選手引退後はこの道を進みたいと話しているという。 2003年から女子ツアーカブ大会を回り始め、2005年にプロ入り。同年の全仏オープンにて、地元、フランスからの主催者推薦を得て本戦にデビューし、マリアシアラポワとの2回戦に進出した。2006年の全仏オープンでは、予選3試合を勝ち抜き、本戦3回戦で、ニコル・バイディソバに1から6、7から6、0から6で敗退する。 全米オープンでは、本戦直接出場選手として、エレーナ・デメンチェワとの4回戦まで勝ち進んだ。2007年全豪オープンにいて、それからは2007年ウィンブルドンと2008年、全豪オープンで3回戦進出があったが、なかなか目立った結果を出せない時期が続いた。ようやく二千九年五月、全仏オープン最後の前哨戦である、フランス・ストラスブール大会の決勝戦で、レザイは、 ルーシー・ハラで使う七から六、六から一で破って、ツアー初優勝を決めた。全仏オープン一回戦の相手は、前人未到の四大,大大会シングルス、六十大会連続出場に到達した、日本の杉山愛に決まり、レザイは杉山を六から三、六から二のストレートで圧倒した。三回戦では、予選から勝ち上がった、ポルトガルの十六歳、ミシェル・ラシェデブリトを七から六。 6から2で退け、初の4回戦進出を決める。地元、フランス人の女子シード選手だった、アメリモレスも、マリオン・バルトリ、アリーゼ・コルネが、次々と早期敗退してゆく中で、レザイとビルジニ・ラザノの2人が4回戦まで勝ち残った。レザイは4回戦で、第1シードのディナラ・サフィナに1から6、零から6で完敗したが、 この大会で2006年全米オープン以来のベスト16入りを果たした。11月に新設されたコモンウェルスバンクトーナメント・オブ・チャンピオンズで、レザイは決勝でマリオン・バルトリの途中棄権により2勝目を挙げ、大会初代優勝者になった。2010年のマドリード・マスターズでは、ビーナス・ウィリアムズを6-2、7-5で破って、ツアー3勝目を挙げた。ボースタード大会で、 ヒセラドゥルコー63、46、64で破り、ツアー4勝目を挙げた。10月に自己最高ランキングの15位を記録している。2011年は、ダラス大会で準優勝したものの、4大大会はすべて初戦で敗退し、ランキングを大幅に落としている。近年はランキングが下がり、女子ツアーカブ大会でプレーしている。略語の説明 W イコール優勝。 F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF。 B イコールオリンピック銅メダル NMS イコールマスターズシリーズから降格 NH イコール開催なしありがとうございます